GM チャンネル前の続きをやるぞどうもーゲームマーケットがお送りする GM チャンネルです。今回はポッケンの前回の続きをやりまーすねえおいちゃんおいちゃん、そうそうなんですよ。ちょっとね、前回もう本当にまぐれでお互い初見プレイだったこともあり、はい、本当にたまたま私が勝っちゃったんですね。なのでそうですね、2勝、そう2勝しましたね、サリーさんが。そうもうね、やっぱ、そうだな、ちょっとそこで生きてきた年数とか関係あるのかなってなのかなって、もう死ぬ気でもうおばちゃんええ押すからだからそういうのもあったんだけど、ちょっとね、おいちゃんがもう一回やりませんかそうですよ、このままで腑に落ちないんで、そう、そうさっき片付けようとしながら腑に落ちないなだから前回より上手くなってるわけではないんですが、ないですがちょっとキャラクターを変えてやってみたいと思います、はい、これでも私が勝ったらおいちゃん、はいちょっとこれはもう放送しないかもしれない僕の権限で僕くらいにそう、それ大丈夫だからはい、ということで画面いきます、どうぞ。はい、それではバトルを始めます。はい、はい、おいちゃんが 1P で、はい、ゲームパッドですね。そうですね。はい、で私がクラシックコントローラー 2P で始めます。はい、ちょっと画面の都合上 1P が、ゲームパッドになりますので、サイレンさんが 2P となっております。そういうことです。はい、はい、では、はい、設定はいつもの、前と同じでベーシックバトルの時間は無制限にしましょうか。うん、無制限にやりましょう。他の設定はそのままにしましょう。はい、はい、さあキャラ設定、前回ねランダムにしてちょっと失敗したんでそう、ランダムにしてもしかしたらキャラクターの性能とか相性があるかもしれない、まだわからないので。そうですね、一応なんかスタンダードとかパワーとかありますよね、テクニカルとか。きっとね、ただこのグラフが変わってないから、やっぱこれ成長させることによって変わるんじゃないかなと思ってる。この SLV1 とか今書いてるんですが、あるんですかね、攻撃、戦略、防御、共鳴とか。そうそう、ここできっとマックスになるとみんなグラフは変わるんじゃないかなって想像。ああ、なるほど、レベル上げなきゃいけないんですかね、じゃあね。まあもしかしたらそういうのもありそう。ありそうで、おえちゃんが前回使っていたキャラクターがカイリキーで、これパワータイプだったんですね。そうですね、カイリキーはやっぱパワーですね、で、リザードンもパワータイプだから一発が強いと。なるほど、なるほどな。じゃあそうだな、今度私、相手のキャラによるか、じゃんけんで三角関係かもしれないしね。あるんですかね。ありそう。スタンダードはまあ格闘ゲームって基本的に三角関係とかないんですよね、相性とかってあんまり。あ、じゃあないと思うあ、でもあるのかな、アルモンには。アルモンにあるのかな。そんなに格闘ゲームもやらないんで、なんともですけど。まあね、よし、決めた。格ゲーは私はよく間違えた、ランダムにしてます。違う、すいませんおいちゃん焦らないでサポートネットを決めるのって悩む。焦る、おいちゃんレアだからな。よし、今どうやったら勝てるかなって頭の中で今やってたんだねよし、いくぞ。ゲンガーですよ。ゲンガー対ガブリアス。ゲンガー早そうだね。ゲンガーは初代のですね、これも。うん、初代のポケモンで、ゴーストを通信交換しないとゲンガーにならない。おお、そうなんだ、そういう設定なんだね。まあ、いろいろと進化のあれもあるんですよ。こう、深いのがあるのね。で、サイレンさんはガブリアス。そう。あ、さっきの回避の動きは早い。おお、おお、お、何それ何それ、おお、お、え、え、何、お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 、あれ痛くないぞ。おお、なんだちょっと待って、めっちゃ痛い。あれ痛くない。あれちょっと待って、あれ何これ
をもっとうまく使わないと。いやその技ダメ。なんか出た。あーこれはもう HP が1ってなったし。おいちゃん。おーいおーやったやったおおちょっとおいちゃんおいちゃん、昨日何時間寝たの？大丈夫？おいちゃん、本当？さっきの今日だって。ちょっと待ってください。1回戦、あれでしたよね。ノーダメージクリア、ノーダメージで僕やられましたよね。いや、わかんない。もしかしたら、そうかもしれない。もしかしたらそうかもしれない。そうだね。あれじゃない、おいちゃん。はい。パワータイプとスピードタイプは相性が悪いんじゃない？今マニューラだったっけ？あ、違う。違うです。僕ゲンガー使ってました。スピードじゃなくてテクニカル。あ、テクニカル難しいんだよ、きっと。あ、なるほど。だって初見なんだから。ね。なあ。まあ嬉しいんですけど。じゃあおな、どうしようかな。もう一回やる？いや。もう僕キャラ決めましたよ。だから本気モードめちゃくちゃ楽しくでしょうね。さあじゃあ私はそうだな、あこの人かっこいいな、かっこいいな。スイ君はあれですね、金銀から出てきたやつですね。でも最近のやつってことですか？最近じゃないですね、シリーズとしては、赤、緑、青、黄色って出てきて、その後、次な、金、銀って出てきて、クリスタル。あ、もう結構、もうずっとやってるんだね。あ、すいません、そうか。今のじゃ分かりにくいか。赤、緑っていうのが初代出て、その後2回目に金、銀。で、その後に3つ目でルビー、サファイア。で、その後4回目、4回目からなんだっけ、ダイヤモンドパールだっけな。あれまだなんか抜けてるかな。まあダイヤモンドパールってなって、でその後ホワイト&ブラックで、あと XY っていうのが出てきてるんですよね。そうなんだね。結構歴史が長いんですよ、ポケモン。長い、あの色でそういう風に識別してるんだね。そうですね、色とかいろいろなってますね今。ほう。OK、わかった。じゃあスイ君。はい。でいきます。格ゲーで四足歩行ってなかなか珍しいですよね。どういう風になるんだろうね。あ、そうそう、四足の、そうだね、なかなかいないもんね。なかなか見ないですよね、格闘ゲームって。まあそんなこと言ったらシャンデラなんて足すらねえですけど。本当だね。あー、それでいくのか。さ、いや、どういう風に動くんだろう。足ないけどどうするんだろう。さあ、いくぞよし。おお。あ、間違えたかな。僕ですね。なんかもう歩くとかそういう感じじゃないんだな。尻尾の攻撃と遠距離つかみができますね。あ、遠距離つかみか。おー、なんだ。ちょっと。なるほど。やばいぞ。どうしよう。でもね、ちょっとやっぱプレイを
こう横に行ったりこうしながらね、ちょっと直接物理攻撃とかしたいんだよね、本当はね。黙ってる。この攻撃バカ出ちゃうんだ。からな。おい、じゃあ掴んできた？はい、しゃしゃ。あ、だだだだ。なんか掴んできた？掴んできたらいいんですかね。うん。あ、痛い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 。あ、なるほどなるほど。なんか分かった？あ、そういうことできたんだって。あ、もう、え、もう？ちょっと待ってくださいよ。その攻撃が。ダメだ。イエーイ、勝った。やったー。おっとおいちゃん、おいちゃん、どんなです。ちょっと多分今悔しいという感情を通り越して、うん、無の境地に行ってます。無の境地行っちゃってる。何も思い浮かばないです、今感情が。帰ってきて帰ってきて。ね、まさかこんなコテンパにやられる人が来るとはサイリンさんに。おい。そう、常にナメプを、そうですよ、おいちゃんはナメプをね、私し続けてきたんですよ。ナメプは難しいんですよ。じゃあね、ちょっとどうしても今の段階では勝ってしまうから。そうですね、多分これキャラとかの問題じゃないですね、もう。そうか、なんだろうね、戦闘スタイルが多分あるんでしょうな、うん、そうね、きっとおいちゃんはいろいろ考えながらやると思うから、あのいろんなアクションを使ってみようとか、チュートリアルに載ってるようなね。そうですね、うん、でも私はもうこれと決めたらそればっかり押すから。それじゃないかなって思う。うん、でもね、1週間練習したらね、もう運命の差でね、おいちゃんが強くなっちゃうから、今だけを楽しんでるので、おいちゃんのファンの人は怒らないでね。今だけだから。これに関しては練習でき、うん、してなどうなるのかな。できるのかな、うん、じゃあさ、おいちゃん最後に、はい、同じタイプで戦いません？あ、なるほど、やってみます？スピードみたいな、うん、そうやったら違うかもしれない。じゃあ2人で右上のピカチュウやってみて。それはね、私がいつも間違えるんだよな。どっち動かしてるか分からなくなったら。あ、それは画面の、うん、自分の、うん、自分の視点になってるのが自分のキャラクターなんで。そうだ、これ分かりやすいもんね。そうだね、じゃあマスクドピカチュウ。はいはい、今回のサポートセットを選んで、サポートキャラも一緒にしようか。あ、一緒にしますか、うん、ランダムにしちゃった。あ、じゃあまあ、じゃあこれにしよう。判定よし。いや、
これでも…ない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 。サイリンさんが 100% ってなってんですよ、勝利数。この光景はなかなか見れないですよ。これは珍しいな。ちょっと私買って帰ろうかなって思ってかわいいピカーピカーね、はい、エモンガにしました。うん、サイリンさんが青いピカチュウですね。そうです。で、おいちゃんが赤いピカチュウかな。早い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 。あ、痛い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 。ピカー、やられてるやられてる。お、やろう。ええと、あ、来た来た来た。お、拾ってる間に。お、うん、あー、痛い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 。くわー、あれ？お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 ？サリさん手抜いてます。いや。抜いてない。ひょっとしてナメクですか？いや、いや、そんなことないよ。次で見ればわかるよ。え？え？なんだ今の技。お、なるほど。ほうほうほう。なるほど、そういうことができるのか。なるほどなるほど。あ、使いやすい。なるほどなぁ。なに、おいちゃん、何が違うの。スピードが速いキャラは、うん、コンボが繋がるんだ。あ、コンボをしてたのか。なるほど。よし、ポケメンを変更しようか。はい、ということが分かりましたよ。ね、やっぱりね、そういうことだった。でも一瞬でもね、いい夢が見れたのと、おいちゃんの生きる気力が湧いたので、ちょっと最後はいい試合だったんじゃないかなと思います。ね、おいちゃん。いや、接待された気分ですけど。いつもこんな気分なんやね。はい、それでは、今までも GM チャンネルは過去の動画もいろいろ面白いものが残っております。それでこれからもアップしていきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは皆さんもね、ポッケさ、これから強くなってって、いつか大会とか目指すのいいんじゃないでしょうか。それではまた見てね。バイバーイ。いやー、最後本気だったよ。そうですね、なんか、うん、投げとあと空中での対空技とか、うん、結構、うん、なるほど、そうか、それが分かったんだね。そうなんだ。ちょっとパワータイプでやってみない？1回だけ。1回だけパワータイプ。え、僕がですか？お互いに。そう、お互いにパワータイプ。そうそうそう。じゃあ、サイリンさんが無双したガブリアスいきます。そうだね、ガブリアス。うん、今回のサポートセットを選んでね。うん、まあまあ変わらないにしましょう。まあでもね、まあ、先に2勝じゃなくて先に勝った方にしましょう、これは。うん。
ん、先に勝った方一戦ね、一戦だけでやろう。で、色の違いはあるかな。まあでも画面で、うん、でも緑がサイリンさんです。オッケー、わかった。おお。おお。おお。いた。嘘でしょ。それ地面潜るの？地面潜る。うん。相手に向かって押し込むと。あ、なるほど。A ボタンを押す。あ、なるほどなるほど。あ、そうか、十、あ、私十、あ、そうだ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 、忘れた。なるほど。ね、はい、ってわけでしたと。よし、ま、シルクギルクもう一戦だけやろう。このままね。 GM コイン